微妙なズレに注意せよ。霊夢のギャグは、いつもどこかずれてるよね。ツイッターでコース紹介していただいたんだけど、まずはその方の他のコースから遊んでみます。スピランコースっぽいね。コインのところで壁キックだと、当たってしまうんだな。微妙なズレって、そういうことだったのか。今度は、気持ちコインの下のところで壁キックしていくよ。その後はリフトに乗って、トゲの間をすり抜けていくんだな。トゲのあたり判定かなりシビアなんだよね。ここも難易度高くない？確かに、軽い気持ちで始めたけど、結構難しいコースだったみたいだな。このクッパ城の音楽って、なんだかかっこよくない？そうだな。私は、さだまさしの方が好きかな。さだまさしの方は、超難しいコースっていう印象だな。人間マリオとかの超鬼畜コースの印象が強いもんね。こっちのは、スピランに合ってる気がするよ。ワールドのスキンのスピランは、やたら難しいのが多いからなかなか私たちには手が出せないから、マリオ流のスピランをやることが多いもんな。大体クリア率 0% 台なのは、ワールドのスキンだもんね。キノコがあったっていうことは、無敵時間を使ってゴリ押しでいいのかな？ゴリ押しなら、霊夢の得意分野なんだぜ。また随分避けにくいところに、ノコギリがあるね。お、うまくかわせたな。超天才マリオメーカープレイヤーの私にかかればこんなもの楽勝ですよ。あ、下に中間ポイントがあるね。ここまで結構難しかったから、ここで中間は助かるんだぜ。でも、これってこの先に難しいギミックが待ってるっていうことだよね。残り時間少ないし、どっちにしてもゴールは無理だったな。はい、ここはスピランおなじみの三段ジャンプでした。コースタイトルの微妙なズレっていうのが気になって、なかなか大きく壁キックできないんだぜ。ここで全部の赤コインゲットだね。矢印が左向いてたけど、何かあったっけか？あれ、剥き出しの鍵も落ちてたよ。とりあえずゴールはできたけど、二つの鍵は何だったんだろう。どこかにおまけコース的なものが隠してあるのかもしれないな。興味ある方は、探してみてくださいね。では、いいねして次のコースに行きます。二通りのルートがあるみたいだな。見た感じ、上が全自動でしたがノコノコさんのコースかな。それじゃあ、ノコノコさんのコースをやってみるよ。いきなり猫パンチでお迎えか。うちでは犬を飼ってるんだけど、仕事帰りのお迎えの激しさはあんなものじゃないよ。体重に18キロで飛びかかってくるからね。いつも押し倒されないように頑張ってるよ。でも、いずれ年を取って、激しいお迎えをしてくれなくなっちゃうのかなーなんて考えると、ちょっと悲しいかな。ワンコの寿命は短いから、できるだけ一緒にいてあげたいな。このノコノコさん歩くの遅すぎない？なんかイライラしてきたんだけど。ほら、昔から亀は歩くの遅いって言われてるし仕方ないよ。リラックス、リラックス。でも霊夢の言うように、ちょっと遅すぎるな。でしょ？リアルの亀さんって、結構動きが早いよ。小学校の頃、近くの川で亀捕まえてきて飼ってたもんな。え、東京の川に亀なんているの？今はどうかわからないけど、成城学園前の近くの川でザリガニとか亀とか捕まえられたよ。あ、これ、上から行けちゃうんじゃないか？ほんとだ、このままいけちゃいそうだね。相変わらずこのノコノコ遅くてイライラするから、先にどんどん進んじゃおうか。霊夢、お前絶対車に乗ると性格が変わるタイプだろ。そんなことないと思うけど、この前はちょっと車のトラブルで困っちゃったよ。仕事で、常磐道通って水戸まで行ったんだけど、帰り道でいきなりエンジントラブルになっちゃったんだよね。フェールセーフ機能のおかげでなんとか20キロで走れたの学校中の幸いだったかな。あと、朝4時前だったから、周りに車が全然いなかったのも助かったよな。なんとかサービスエリアまで走っていって、救援要請をしたのでした。あ、あれ、もしかしてこれって、上からじゃゴールできなくない？むう、やっぱり下道をゆっくり進んでいかないといけなかったのか。ちくしょうめはい、世の中やっぱり全自動で楽に行くのが一番だよね。こいつ、ノコノコルートの方諦めやがったな。制作者の方、本当に本当にごめんなさい。では、最後に演奏コースをどうぞ。
い、いかがでしたでしょうか。またおすすめコースできたら、YouTube のコメント欄でも Twitter でもいいので、送ってくださいね。